美しき白浜に立ち、大海原に向かいダイナミックにキャスト。広大な砂浜から探し出す魚、シロギス。パールピンクの女王とも称される気高き魚体は、釣り人を魅了してやまない。そんなキスの投げ釣り日本一を決める戦い、シマノジャパンカップ投げ釣り選手権。総勢2367名がエントリーした地区大会を勝ち抜いた猛者たちが決戦の舞台、鳥取県弓ヶ浜に集結。己の経験により培われた技術を武器に、2日間日本一を目指し頂上決戦を繰り広げる。果たして第32回の頂点に輝くのは。最後の予選第5試合は B ブロックに注目。この B ブロックは決勝進出がかかる選手の多くが集う星の潰し合いともいえるブロック。2年連続の優勝に向け王手をかけた吉野か、5年ぶりの優勝が見えてきた才加。親子制覇を狙う鈴木か、3回目の優勝を目指す伊藤か。予選第5試合スタート。4選手の中で最も右の釣り座に入ったのは吉野。1投目、それぞれがお互いの投げた距離、さびき方をチェックする。ここでも吉野は200メートルほど沖からおよそ50メートルを探る。1投目、誰よりも早く仕掛けを回収した吉野であるが、魚を手にすることができなかった。そんな吉野を横目にゆっくりとしたペースで探るのは才。その才の1投目であるが、こちらも魚がかからない。釣り竿を見切り移動。才と吉野に挟まれるようにして仕掛けを回収するのは伊藤。150メートルから50メートルほどさびいた伊藤だが、魚がかからない。重りを交換してフルスイングの遠投勝負をすることにした。この3人の状況を右に見ながら自分のペースで釣り続けるのは鈴木。丁寧なさびきで当たりを捉え、チャリトが多いもののしっかりキスも釣り上げた。後半に入り、吉野もレンガケに成功。
この釣れない試合においては貴重な魚。このペースを保ちたい。さらにキスを釣り上げたのは再び吉野。決勝進出に向けテンポよく釣っていく。決勝への切符は検量の結果を待つことになった。まずは鈴木の検量、137g です。続いて吉野、318g です。お疲れ様でした。そして蔡、117g です。117g です。お疲れ様でした。それでは B ブロック最後、伊藤選手。最後に伊藤、93g です。93g です。お疲れ様でした。検量の結果、吉野が4回目のトップに立ち、決勝進出が決定した。こちらは A ブロック草野の釣果。420g です。お疲れ様でした。 A ブロックは大円筒がはまり、草野が圧勝。決勝進出の可能性があった石田はブロック3位となった。予選の総合結果はご覧の通り、3位は僅差の接戦となったが、決勝戦は吉野、鈴木、草野の3選手で争うことになった。決勝に進む3人が握手を交わす。決勝戦は予選で使用していないさらばにブロックを3つ設定、30分ごとにご覧の通りローテーションする。決勝戦スタート。まず吉野は予選のような遠投はせず、比較的手前に投げた。30分という短期決戦、手返しを優先するようだ。初日の朝同様、150メートルから50メートルほど手前にいるであろう群れを探し、やや早めのテンポで丁寧にさびく。そして吉野の一投目であるが、型はいいものの数がつかない。一方の草野は自らのスタイルで大遠投、200メートルまでを探り一気に回収し、沖の群れを捉えていく。草野の一投目は両型の連掛けに成功した。 C ブロックの鈴木は150メートルほどにキャスト、仕掛けを落ち着かせ50メートルほどをゆっくりとさびくのが鈴木のスタイル。狙いの範囲を探ったら一気に回収する。一投目から両型を含む5連掛けに成功した。そんな鈴木であるが、前半戦のこの釣り座についてこう語る。春も一回この弓ヶ浜に来て、下見も当然しまして、その中で C エリアのあたりがちょっと投げれば両方いるかなと思ってたんで、さらばだったんで、1番にその C に入れたらいいかなとずっと思ってたんで。練習の段階で目をつけていた念願の C ブロックから絶好のスタートを切ることができたようだ。
さらに連掛けでキスを追加する。ではここで決勝戦の3選手の様子を日置氏に伺おう。まずこちらからですね、鈴木選手なんですけども、それほど超遠投っていうことはないんですが、もう近場にいるキスをいかに釣るかという、まあ、彼本来の得意な釣りなんですけども、本来の自分の釣りを貫き通した結果だと思います。それと草野選手なんですが、これ4試合目で、2位、5試合目で1位というふうに、もう仕入れ上がりに調子出てきまして、公言通りフルキャストし続けた結果、決勝に残られました。最後吉野選手なんですが、彼も超遠投の釣りが得意なんですけども、あえて今日の試合でも手前ですね、もう 100m 以内を丁寧に丁寧に釣られて、やはり言い方を嫌われてたんで、この近場の丁寧な釣りっていうのがすごく目立ちましたね。で、先ほどですね、吉野さん、吉野選手1匹、大きい肩をかけてたようなんですけども、ちょっと数がついてなかったんでね。で、鈴木選手もやはりイルキスをもうかなりこう寄せてくるような釣り方で、やはり自分のペースは崩れてませんね。で、草野選手はやはり公言通り、もうフルキャスト、もう何があってもフルキャストして着実に、数を、釣られております。吉野は A ブロックの手応えをこう振り返る。サラバの割にはちょっとキスが寂しかったに思いました。一方、草野は前半戦についてこのように語った。最初1投目から4連かそこらぐらいのまあまあサイズが来たので、いるのかなと思ったんですが、まあ、その後あんまり1投目のようないい調子が続かず、いまいちな感じで終わりましたかね。この前半戦、吉野、草野は当たりが続かず苦労する。その一方でハイペースで釣り続けたのが鈴木。リードを築いて前半を終えた。続いては中盤戦。ご覧のように釣り竿をローテーションする。 C ブロック、草野は先ほど鈴木が好成績を上げた 150m 前後ではなく 200m ほどの地点を攻める。一方の鈴木は先ほど吉野が探っていた A ブロックの 150m 前後を狙う作戦。 B ブロックの吉野はこの中盤戦から遠投勝負に切り替えた。吉野は遠投に変えた理由をこう語る。均等でもう当たりなくなったら、もう草野さんも遠投の選手なんで、もう一緒に投げようと思って心の中で決めてたんで、手前で当たりがちょっと遠くなったんで、もうすぐ遠投に切り替えてフルエントしました。そのフル遠投で探る吉野を横目に、鈴木も仕掛けを回収。この中盤戦でも両肩のキスを釣り上げた。草野は 200m より沖を探り終えたら一気に回収するスタイル。ところでなぜ前半鈴木が好調化を上げた場所を探らないのだろうか。あんまりね、それをやっちゃうと迷いが生じてしまうんですね、自分の場合。それで近場をやるとあんまり自分も近場の釣りやらないので、上手じゃないので、せっかくの獲物も逃してしまうって、まあ、心に悔いが残るような状態になるんで、もうそういうことをするぐらいなら、もう最初から得意な釣りでもう勝負をかけようと。自分の信じる釣りで着実にキスを手にしていく。得意の遠投に切り替え、吉野も次第に数を稼いでいく。前半戦、数肩ともにリードを築いた鈴木であるが、この中盤戦でも見事な連掛けを見せる。
鈴木は約150メートルから手前に50メートルの範囲を丹念に攻めている。錆びくスピードは他の2選手に比べてゆっくりめ、途中仕掛けを止めてキスに食わせる間を与えながら引いてくる。そして鈴木の仕掛けにかかるキスは両肩が多く揃う。対する吉野であるが、前半戦に比べ数は揃うようになったものの、肩は明らかに鈴木のそれより小さい。終了の合図から30秒以内に手にした魚は有効。草野は遥か沖から一気に仕掛けを回収する。見事にキスを手にした。残り30分の勝負、後半戦はご覧の釣り座で競う。ギャラリーが見守る中、最後の30分がスタートした。すでに遠投派のライバル2人が沖を攻めた釣り座だが、やや手前を探る鈴木にとっては有利な状況だ。各ブロック鈴木選手、釣ってるのを見させてもらってたんですけども、ちょうど彼がキャストしてるとこから手前ですね、まあ、距離にしてだいたい6色からちょっと先ぐらいからさびいてると思うんです。ちょうどキスのいるエリアをさびいてるので、非常に効率のいい釣りをされてますよね。一方、吉野の釣り方であるが、吉野選手なんですが、第1試合は比較的近い距離を釣っておられたんですが、まあ、中盤からですね、フルキャスト超遠投に切り替えられました。やはりディフェンディングチャンピオンとしてのプレッシャーというのがちょっと感じられるようで、ちょっとさびきのスピードもちょっと速くなってるんで、ちょっと本人も焦ってるんじゃないかなというふうな感じですよね。草野選手は開始からもうずっと遠投を繰り返してるんですが、ちょっと数がつかなかったりとかですね、ちょっと苦戦してるかなっていう感じに見えます。このファイナル、特に決勝戦っていうのは、その究極な精神状態になるんですね。究極な精神状態の中でいかに冷静になれるか、普段自分がやってる釣りの技術を引き出せるかっていうのがキーポイントになるんで、なかなか究極の精神状態で冷静な釣りができるっていうのは本当に難しいんですよね。ですから それをできた選手がチャンピオンになる、そう思いますね。3人がそれぞれプレッシャーを背負いながら日本一を目指し攻め続ける。どの選手も最後まで経験により培った技術を駆使して大海原からキスを釣り上げていく。吉野は最後までフルキャストを続ける。そして一頭一頭確実に当たりを捉え、この後半戦で多くの魚を追加した。しかし最後まで両肩の連掛けを見せたのは鈴木。どのブロックでも自らの釣り方を信じ抜き、キスの群れを探し出した。誰の目にも鈴木の勝利は明らかだった。
決勝戦を終え、選手たちは最後の検量を受けた。草野選手573グラムです。お疲れ様でした。鈴木が手にするビニール袋には大量のキスの姿。予選の結果順に検量が行われるが、もはや鈴木の勝利は間違いない状況。鈴木選手1503グラムです。鈴木選手1503グラムです。お疲れ様でした。最後の検量を受ける吉野であったが、その表情には悔しさがにじみ出ていた。第1位吉野選手お願いします。吉野選手645グラムです。吉野選手645グラムです。お疲れ様でした。吉野選手645グラムです。吉野選手645グラム。この瞬間、鈴木の夢であったジャパンカップ親子制覇が確定。鈴木剛が第32回大会の頂点に輝いた。嬉しいのは一言なんですけども、やっとプレッシャーから解放されて、ほっとしているところです。やっぱり親子2代での優勝っていうのを、周りの人たちからも言われてたんで、それが一番大きかったですかね。2年前ここで3位に終わって非常に悔しい思いをしてたんで、親子2代での優勝を果たせたんで、良かったなと思うんですけども、そう言い続けて、13年ぐらい経ったんで、もっと早く優勝できればなっていうのはあったんですけども、本当に優勝できて、ただただ嬉しいの一言です。皆様、今一度大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。